え、こんにちは。今回はですね、デジタル商品、いわゆるコンテンツの作り方についてちょっとお話ししていこうかと思います。まあたいインターネットで販売する商品っていうのは3種類あるといいかなと思いますね。まあこれはリアルの場でも大体安いものと中ぐらいのものと高級品があるっていうのね、この小畜梅の原則に従って真ん中を売るっていう方法なんですよね。まあですんで、通常版をレギュラー版、それを真ん中とすると これが、ね、数万円ですよ。2、3万とか5万前後がせいぜいですよね。大体2、3万とかはいいんじゃないですかね。そういった一番売りたいものを、こういったものを設定しておきます。まあこれが場合によってはね、別に5万から10万でもいいんですけどもね。まあちょっと頑張れば買えるものとか、無理なく自分のお財布の中で買えるものとかっていう設定になります。これを売るためにやるわけですよ。で、これを売るために、無料とかお試し版みたいな0円とか数千円とかって っていうものを作っておきますで作り方なんですけどもこの0円とか数千円のものっていうのは、まあ、いわゆるねこの業界に入ったら最低限知っておきましょうみたいな、うん、基礎用語集とか有名な人物像とか、うん、その業界の成り立ちとかっていうね触りのところですよねこの触りのところはちょっと調べれば全然一人でもできるものだよそれをこちらでまとめましたよっていう風なねちょっとお手伝いチックなものですね。 こういったものは無料とか、廉価版でいいんじゃないかなと思います。だから、株のスクールをするんだったら、株の基礎知識とか、あの株で最近、あのね、何株の価格を上げた会社とかね、それから長期安定株、ブリヂストンみたいな、ずっと同じ金額でいきますよみたいなところとか、乱高下が激しいよとかね、それから、一時期は良かったんだけど、今は低迷してるよとか。 それから目立たないけどもこれから来そうだよみたいなねそういったものを廉価版で設けておくとで中級編ってのは儲けるためにやらなければならないことみたいなのを詰め込んでおくんですよねで上級編高級品ってのはサポートもつきますよと私が二人三脚でやりますよっていうような手厚いやつですねこんな分類でいいんじゃないかなと思います、まあ、そうすると大体価格差がつくでしょでサービスの内容がどう違うのかっていうのも分かるでしょで内容は 内容は商品をを購入ししした方ととっっかりり面談ててででですすねね作り込んいいくっていうのが大事です、ね、で商品最初に作っちゃうとその商品がちょっとニーズがなかったら商品作ったのが無駄になっちゃうでしょそれから商品作っちゃうと買った人がもっと別のものを望んだ時にミスマッチを起こしちゃうんですよ、うん、ですんで何ぼは作った方がいいと思いますけどもでもねしっかりと作り込むのはその人とコミュニケーションを取りながら対話をしながらなんですよね で、上手な人は、もうすでに無料コンテンツをどん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 出してるうちに、視聴者さんのニーズがつかめてくるんで、アンケートとか出して。だから、最初っから商品作ったものをドーンと出すとか、以前作ったものをボーンと出すっていうのがうまくいくんですよ。これは経験が必要になってきます。えー、何回も何回も販売をうまく活かして、そしてコンサルを何回も何回も繰り返した人の、この経験からそういったものが生み出されますんで、最初はちょっと難しいですね。えー、例えばね、今ね、私のことを申し上げますと、 YouTube にしてもブログにしても他のマインドセットにしても今複数でね20数名の方と同時進行でコンサルをしてるんですよそうなるといろんな商品私生まれますただビジネスを主で今やってないっていうのはいちいち商品作ってないんですよ <laughs>、うん、もうまずね今依頼があった方のことをしっかりとやっていく去年だったら1年間かけて、えー、一緒にやってきたものも何件かあったんですけどもそれが終わりましたんで今年は別の メンツをね、こうやってやっていくのとやっぱ年始に新しい、えー、稼働部みたいな商品ができるのは去年の蓄積の上なんですよね去年までのですんで去年一緒に走ってくれた方が今年の商品を私にもたらしてくれたと言えるんですよね、えー、ですので今年一生懸命やるとね来年もっといい商品ができるんじゃないかなと思いますし、えー、これを細かくやると毎月商品ができるということになってきます痛ぇな <laughs> じゃあ失礼します